雑草を削る部分、除草する部分がこの何もギザギザがないところ、これで除草します。で、除草した後に畝の上に雑草が残るんで、その残った雑草をこのギザギザがついているところで雑草を引っ掛けて畝と畝の間の畝間の道に全部落としていって整地していきます。では実際にやっていきます。削り方のポイントなんですけども、雑草のあるところにまず刃を入れます。で、入れたところ入れてスッとスライドさせて、土の表面と除草したい雑草の茎をめがけてサッとスライドさせて持ち上げて落とします。するとこういうふうに根っこから除草することができます。で、除草した雑草をこちらのギザギザの釜の方で畝と畝の間の道に落としてあげて整地します。以上です。